東雨は透明あるいは半透明の氷が雨のように降る気象現象。地面に積もった東雨が上空で凍ったものと考えるとわかりやすいが、厳密には雪が解けて再び凍ったものである。雪が雨に変わる際に見られる。地表付近の気温が摂氏0度以下で上空の気温が摂氏0度以上の場合に発生する。 降水現象で、雪やあられが雲より落下する間に、上空の摂取零度以上の空気の層を通過したために、一旦誘拐して水滴となり、その後地表付近の摂取零度以下の空気の層を通過する間に、再び凍結したものである。あられや雪が不透明あるいは半透明なのに対し、東雨はほぼ透明で、場合によっては中心部が気泡により、 半透明になっているので区別できる。上空の摂取0度以上の空気の層に比べて、地表付近の摂取0度以下の空気の層が厚く、雨粒が再凍結するのに、十分な冷気層がある時に起こる。同じような発生条件であっても、上空の摂取0度以上の空気の層が厚く、地表付近の摂取0度以下の空気の層が薄いと、雨粒は、 摂氏0度以下であっても凍結しないか冷却状態となって着氷性の雨として降り地面などに落ちた瞬間に凍結して雨氷となる。東雨もあまりよく見られる気象現象ではないが、雨氷はほとんど見られない珍しい現象で見られる地域も限られる。雨氷、東雨ともに温暖前線の全面で見られる。英語のフリージングレーンは着氷性の雨のことを指しており、 東雨の意味ではないので注意しなければならない。スリートはアメリカやカナダでは東雨を指し、英国ではみぞれを指す。また、気象学的に東雨はみぞれとあられの両方に含まれる。あられは雪あられと氷あられに分けられるが、東雨と氷あられは外見上類似しているので同一視されることがある。氷あられは常に周遊性である一方、 東雨は高層雲や乱層雲から降る周雨性ではない降水である。なお、天気の種類としてはあられに含まれるが、天気予報の予報文においては、雪として扱われる。国際式天気図の天気記号では、の9種類が、東雨を表す。79のみが、東雨単独の状態で、外は雪などの現象を伴う状態を表す。 日本式天気図の天気記号では前日の通りみぞれが等を表す。ただし、雷を伴う場合は優先順位によりこれと異なることがある。定時飛行場実況気象通報式の降水現象の欄では PL が等を表す。気象庁予報用語降水、ありがとうございます。